皆さんこんにちは、フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC のこちままこです。いよいよ8月も終わりが迫ってきました。皆さんは楽しい夏休みを過ごされたのでしょうか。さあ今回はですね、そんな夏の終わりにスペシャルなゲストの方をお呼びしています。日本のサッカーシーンに残る数多くの伝説を残されたあの方が登場しますのでお楽しみに。それでは F ちゃん TV 始まります。ここからはゲストの方とともにお送りします。今回のゲストは玉野純さん、そして山口元弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ山口さんは今回が初登場となりますが、はいはい、もうサッカーファンの皆様に知らない人はいないというぐらいビッグな方でして、現在現役でプレーされている選手の中にも山口さんに憧れていたという方はとても多いという真のレジェンドです。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。その一人です。もう憧れです、ね、よく言う、はいはい、そして玉野さんは2週にわたってお送りしたディエゴ・シメオネ監督特集に続いて3回目の登場ということでよろしくお願いします。よろしくします。もう常連です。常連ですか。ありがとうございます。お世話になっております。お世話になってます。さあそしてですね、山口さんと玉野さんは2007年に横浜 FC でチームメイトとしてプレーされていたんですが、山口さんは当時お二人の思い出に残っている出来事などはありますか。出来事エピソード、まあ、玉野くんは前からその前から知ってて、はい、で同じチームになると思わなかったし、で、ね、可愛い顔してるじゃないですか。はい、はいとか言ってたでもね、なんか結構それで、あとプレイヤー的にもすごいこうテクニシャンでっていうイメージだったんだけど、すごいね、負けず嫌いなとこあって、はい、ちょっとメンバーとか入ってない時とか、まあ、紅白戦やるんだけど、もうガチガチにもう蹴ってきた人なし。どうもそのぐらいの引退覚悟でそういう感じなんだと思って、うん、で結構そういうの俺好きだから、うん、来いよっていう感じだったから、あまさかっていう感じだった。意外な感じだったんです、うん、そう意外だったサッカー小僧だけどねどうですか玉野さん。いやもうそんな本当にクソガキだったのに優しく包み込んでくれるやっぱ本物の選手ってこうなんだなって。だから僕、うんうん、ほとんど試合横浜市に出れなかったって苦い思い出だったんですけど、引退してみてやっぱり元さんと一緒にプレーしたってだけでやっぱ社会での評価が半端ない高いんですよ、うんうん、もう営業先行ってもやっぱりその時勝さんとか元さんとかいた時代ですよねってなるので、いや苦しい思いしてよかったなって、はい、素敵な感じ、誇りですね現役の時の、はい、僕の中では素晴らしいことです。さあそんな山なんか軽いですねいやすごいなと思っても、私にとってはもう2人はパパ2人僕も俺はしょうがないけど、ね、パパぐらいの世代の嘘でしょ、ね、喜ぶと思います本当に。 LINE しておきます。はい、そんな年変わんないですかね、これ小島子ちゃんと。え僕まだ30代ですからね。あ、いやでもパパじゃないでしょパパ30代なんで。嘘39なので。すごいよえ今12歳ぐらいってことですか。違うどんな計算でですよね、どんな計算あ、それは失礼しました。いやいや逆に失礼しました、はいさあそんな山口さんと玉野さんをお呼びしまして、今回はシーズンも中盤戦に入り佳境を迎える J2 を特集したいと思います。ではまずは J2 第29節時点の順位表を見てみましょう。こちらになります。この時点で自動昇格圏内の首位に湘南ベルマーレ、2位にはアビスパ福岡が入っています。さらにプレーオフ圏内の6位までには名古屋グランパス、徳島ヴォルティス、ビーファーレン長崎、そして東京ヴェルディが入っています。まずですね、首位の湘南なんですが29試合を終えた時点でリーグ最少の21失点と守備の硬さが際立っています。 J1 を戦った昨シーズンは17位で降格という結果だったんですが、チームは2012年から指揮を取る張喜寿監督の続投を決めました。現在の校長にはこの監督人事も大きな影響を与えていると思いますが、山口さんから見て張喜寿監督はどのような監督なのでしょうか。
あの同い年なんですよ。お、うん、で大学時代から知ってるし、うん、まあ、彼がプレーしてる時も知ってて、で監督としても対戦して、うんうんうん、まずは、まあ、チームは、まあ、続投させたのは大正解だと思うし、まあ、本人も、ね、引き続きやるっていうのはこう湘南にとってはいいことだなと、うんうん、いろいろ引き抜きの話もあったりとか、あとね、まあ、J2 に落としちゃったっていうので責任みたいなあったかもしれないけど、でもね、本当に色がはっきりしてるチームの監督でもあるし、芯は強い、うん、でもなんか割とお茶目なところもあったり、あんな怖い顔してるけどね、意外ですね、そうそう、うん、だからすごいいいこと、お互いにいいことなのかなと思いますよ、うん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 、いいチーム作ってますよ。玉野さんはいかがですか？いや、その湘南スタイルももちろんのこと、その選手の育成という意味で、うん、すごい選手のその市場価値を上げられてる、うん、面白いサッカーされて評価高いんですけど、それ以上になんていうんですかね、選手の価値を上げることに関してはズバ抜けてる監督さんなんじゃないかなと、うん、かつ引き抜かれて、主力が3人引き抜かれてもまた新しいスターをどんどん作っていくっていう ところで言うと、選手からするとあこういう監督のもとでやってみたいなっていうのをいつも思いますね。それってとても素敵なことですね、うん、はい、では今後の湘南にも注目ですね、はい、さあそしてすぐ下のアビスパ福岡も J1 を戦った昨シーズンは18位で降格という結果になったんですが、井原正巳監督の続投を決めましてその時点で2位という成績につなげています。山口さんは井原監督とは現役時代に日本代表として98年フランスワールドカップを含めた数多くの試合で共に戦ってきた間柄なんですが、選手としてそして監督としてどのように見られていますか？もうなんだろう、年上だし、こういう言い方失礼ですけど、昔はまあ好青年だし、今もは紳士っていう感じでしょ、うん、そのままだと思いますよ、うんうん、それ でずっと、うん、選手時代もキャプテンっていうのずっとやってたしね、うん、代表でも、その後その指導者になってやっぱコーチ業が長かったのかな、うんうん、だからいろんなそこでああいう人でもそういうコーチっていう立場でずっと勉強してて、うんうん、でやっとまあ福岡監督になって1年目で上げて、まあ、去年落ちちゃったけれども、うん、だから成功してで、まあ、去年失敗したその失敗かどうかっていうとちょっとあるかもしれないけど、それをまた今年にうまく生かしてるのかなという感じ、うん、チーム作りもそうだし、いろんな戦術的な面も含めて、うん、まあ人としてはもう素晴らしい人です。玉野さんは井原監督の現役時代や現在をどのように見られますか？はい、いやもう現役時代はアジアの壁でいらっしゃってもう神様ですからで言われた通り、元さんが言われた通り、もう人として人格者ですよね。いくらその福岡が J1 で厳しい時でも試合前に、うん、まあ、解説担当する時でもいろいろお話目を見ていただいて、うんうん、こんな僕に今日もよろしくお願いしますって、うん、神様ですね。パーソナル面でも邪悪な面って多分1ミリもないんじゃないですか。へ、探してみたいですね、邪悪の面何なんだろうっていつも思ってるんで、綺麗で心が、うん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 、私もお会いしてみたいです、はい、そしてですね、3位の名古屋グランパスも昨シーズンは J1 で戦ったチームなんですが、今シーズンからは川崎フロンターレを率いていた風間八宏監督が就任しました。川崎では独特の攻撃的な戦術で一定の結果を残した風間監督なんですが、山口さんから見て名古屋はいかがでしょうか？うん、まあ、選手もいろいろ変わったり、はい、やり方も大幅に変わって、まあ、割と時間かかるのかなと思いつつ、うん、ただそれでも非常にこう色が出ててね、うん、まあ、風間さんらしいなというふうに思うし、多分やってる選手は毎日が何だろう、いろんな刺激とか勉強を受けながらできてるのかなって、まあ、それはフロンターレの時もそうなんだけど、
まあね、名古屋というチームは、まあ、ある意味ビッグクラブでもあるんで、うん、まあ、G2 でやってていけないっていうのもあるだろうし、でそこをね、なんかこううまくこの色に染めつつあるのと、あとまあこの J2 って、まあ、僕も選手でもそうだし監督でもやってるんだけど、まあ、ほとんどがあの失点が少ないチームが必ず上に行くんだけれども、うん、失点多いんですよ、はあ、だけどそれがねえどこまで行くのかなっていうちょっと楽しみでもある、うんうんうん、新しい感じ、うん、そう、はい、では玉野さんは風間監督をどのように見られてますか？なんですかね、ちっちゃいことは気にしないというかメンタルが強いというか、監督ってもう本当に3連敗とか5連敗したらすぐ、まあ、クビになってしまうような厳しい世界の中、うんうん、その時間がかかろうが、その挑む、自分が求めるサッカーに挑む、そのメンタルの強さっていうのは、うんうんうん、どういう神経されてるのかなというぐらい本当に厳しい世界の中でこの色を出し、どのクラブでも出せるっていうのは、まあ、圧倒的なカリスマ性があるんでしょうね、うんうん、先ほどお伝えしている通り、このトップ3の3チームは昨シーズンは J1 を戦ったクラブなんですが、うん、例年では降格チームは J2 での1年目に苦戦を強いられる展開が少なくないんですけど、山口さんから見て降格チームの難しさはどんなところなんでしょうか？でやっぱり降格するとちょっと前までは、うん、やっぱ選手も引き抜かれたり、まあ、ある意味その J1 のチームに引き抜かれたり、うん、まあまあ、出ていくって言い方はちょっとあるかもしれないけど、行っちゃう、だから戦力が落ちちゃうっていうのが多かった、はい、それとやっぱり先ほどもちょっと話しあったように監督を変えちゃうのね、やっぱ落としたから本監督ダメだって変えちゃう、うん、今までは。でもこうやって湘南もそうだし福岡もそうだし、まあ、グランパスは変えたけれども、落ちてもそれがその色を変えないとかいろんな意味を含めてあえて監督を変えないでそのままの継続、もしくはその J1 で戦った基盤にもう一つこう色をつけるっていうような、まあチームとあってもその残された監督のやり方とか、あと選手もやっぱりだからそのまま残ってもう一度上がりたいっていうのもあるのかなという、今年はね特に、うん、今までは結構そうだったとこってあって、うん、広島なんかもそうでしょ、落ちたけど監督変えなかったとかあったし、一時、うんうん、のレイソルもそうですね、一回落ちたけれども、うん、LC の変えないでそのまま行ったら今度上がってすぐ優勝とかってしたりとか、うん、なんかそういうのちょっとずつ出てるのかなと思いますよ、うん、田中さんはいかがですか？もう全部言われてしまいました順番間違ってますよねこれまあ、本当その通りで、うん、まあ、クラブ の、その体力というか、うん、当然降格してしまうとサポーターの方が黙ってられない中、うん、それをいかにクラブの方針として、まあ、長期戦略を見せられるかっていうところにもかかってくると思うので、うん、まあ、我慢強さであったり、うん、何年先を見据えているんだっていうところが やはり試されますよね、うん、降格した時っていうのは降格してですぐ上がってきて J1 優勝なんてことはもう相当社長以下選手スタッフ強化部全部一団となってないと不可能なことなので、うん、サポーターの皆さんもそれは結構、うん、思いがそうですよね、グッと我慢して支持するっていうことも時として必要なので、うん、そうですね、いつか監督やってみたいですね。おいや多分世界で一番難しい職業だと僕は思ってるので本当に厳しいですよね。2試合3試合でプレシーズンで、ね、解任されちゃう監督もいるたまにいらっしゃるじゃないですか。恐ろしいですよね、考えるだけで。本当に恐ろしいなっていう、一生分じゃちょっと勉強しきれないなっていう、監督になる前100年以上は勉強しないと監督になっちゃいけないと思ってるけど、でも憧れの職業でもありますよね。そうですね、はい、夢のような職業ですね。さあその他にですね、昇格プレーオフ圏内には徳島ヴォルティス、ビファーレン長崎、東京ヴェルディが入っています。今シーズン前には徳島ヴェルディに加えて徳島ヴェルディに加えてプレーオフ圏内から勝ち点3差につけている9位のジェフ千葉にスペインで実績を積んだ監督が就任して話題となりました。さ
らに結果も残されているわけなんですが、実際にスペインで選手としてプレーした玉野さんはこの監督人事についてどう思われますか？いや、やっと来てくれたかっていう感じですね、うん、多分指導者イコールスペイン人監督っていうのは日本でもささやかれていた中、あまりこれまで実現してこなかったっていう歴史があるので、でこうやってポンと来て自分も面白いサッカーしているし、徳島ももう革命的に良くなっているし、やっとこういう時代が来たのかなって。でその辺に関してちょっとスペイン人監督に関して元さんに今日聞いてみたいなと思って来ました。どうですか、スペイン人監督ね。まあ俺もすごい注目しててね。でだいぶ前に僕はフルゲースの時にあのバルサのヘッドコーチやってたの、うん、デシャクっていうのと一緒にやったんですよ、はい、もう面白くて練習自体はそんなに複雑じゃないんだけど、本当にシンプルなんだけど本当にボールを大事にするっていう、うんうんうん、まあ面白かったのと、まあ、ちょっと大変なところも当然あったけれども非常に面白い。逆にもうちょっとレシャクさんの場合は早すぎたかな日本に来るのっていう、うん、もうちょっと後に来たらもっと面白かったなっていう。 でも彼なんかは、まあ、そういういいサッカーとかって面白いサッカーしてたけど、まあ、ある意味ちょっと成績とは伴わないとこあって、うん、まあ、途中で解任っていうのあったけれど、うん、でもね、あのバルセロナ遊び行った時は会いに行って、うん、そういう話するとそんな話、うん、同じような話した。たぶん今シーズンこう来て本当3チームとも面白いサッカー、色がなんかすごいそれぞれあって、うん、面白いなと思うし、割となんだろう、もっとなんかスペイン人のってもっと自由っていうか、もうちょっと大雑把かなと思ったら割とも結構細かかったり、戦術的な部分でね、うん、それは非常に面白いなと思うし、なんかああいうの見ちゃうとやりたいなと思っちゃうよね、あの元でまた、うん、練習きつい練習は嫌だけどちょっとやってみたいなと思うし、ね、特に徳島なんて非常に面白いいいサッカーしてるっていう感じするし、うん、楽しみですね。楽しみですよ、この3チームは最後まで目が離せない。今でも忘れないのがその元さんがそのペナの中からあまり出るなっていう言われたんだ。あ、ペナじゃない、センターサークル、センターサークル、センターサークルから。あの、その時代、そのレシャクさんの時代がバルセロナやってたの、あのドリームチームって言って、うんうんうん、ロマーリオ行って、ストイチコフ行って、ラウドルップ行って、クーマ行って、でガルディオラって今マンチェスターシティの監督やってる、ね、ペップがそのポジションなんだけど、そのポジションで、うんうん、お前センターサークルから出る必要ないっていう、であんまり動くなっていう、うん、その指示がすっごい印象的みたいな感じで、あとね、面白かったのは、まあ、後から考えれば面白かったんだけど、ヴェルディと試合して三つ打でね、でハーフタイム終わって0-1で負けてるのね、うん、そしたらハーフタイムの指示で、もうお前ら素晴らしいサッカーだ、これがサッカーだよっつって、何本お前パスつなげた、いや山口お前何回ボール触って何回お前あの相手を翻弄したみたいな、負けてんのに、へー、これがサッカーだみたいな感じまあ、確かにすごいボールボン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 って、あのヴェルディ相手にもうこっちがもう支配してボールバーンって動かしてて、ただそのカウンターで1本やられたんだけど、もうこれだよって。へえ、しかもね、その通りますよ、一緒にやったりするの練習、うまいの、めちゃくちゃうまいの。もともとスペインで選手としてもやって、なんか得点王とか取ったような選手と、うん、で同じポジションだったから、そのペップってね、でもね、そんな出る人ね、こう来たらこう動けばいいんだって、もうそれだけそれ元さん指導者になって選手にそういう同じようなことを伝えたりとかってしますか？同じっていうか、まあちょっと当然時代もちょっと変わってきてるんで、はい、でもやっぱり自分もボールを大事にしたいっていうのがあったから、うんうんうん、その大事にするためにはもういろんなことっていうのはやって、同じような、ね、ニュアンスはちょっと違うけど、ボールを受けるためにはこうだとか、うんうん、受けるためには、じゃあボールをつなぐためにはもっと、なんだろう、もっともっとこだわるよっていうのをしっかり止めるし、うん、しっかり出すし。だってもう現役の時から監督でしたもんね、もう僕は相手にいて、元さんと弱飯で徳島と対戦して、
まあ、あの途中交代の選手が徳島入っていくわけですよ、はい、で元さんすねからなんか戦術表みたいなの取り出してで見て、まあ、多分セットプレーとかいろんなその動きとか味方に指示されて、もうなんだこの人半端ないと思って敵ながら覚えてます、ね、やられてましたよね。あんまりね、なんだろうね、身体能力とかそんなに高くなかったから、じゃあどこで勝負するのかって言ったら、いろいろこうなんだろう、まあ、駆け引きだったり、あとまあ技術も当然なんだけど、あとそういう面とか、あと俺は自分もやってたし、その監督とか指導者になってもそうなんだけど、やっぱチームってあそこのポジションって大事で、でやっぱ J2 のチームなんかもそこのポジションの選手がどういうタイプかで大体わかるじゃん、ね、はい、あこういうチームやろうとしてんだ、こういう風にやろうとしてんだな、こういう色のあるチーム作りしてるなみたいなのわかるから、そこの上、そこのポジションで大事だっていうのはあったり、でそれ言ったらペップ・グアルディオラなんかも最初そのクライフ監督に抜擢されたのが二十歳ちょっとかな、バルセロナオリンピック出た後でしょ、その周りはそういう世界で有名なローマーレとかクーマンとかいっぱいいる中、みんなに支持してるんだってみんなに支持してるんだ、二十歳過ぎた若造がわーって全部言ってるなんかそんなのあったわけで、もうバーッて、うん、そういうのもちょっと面白いですね、面白い、もう好きだったから、うん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 、マジでしびれまして、圧倒的に強くてそのまま昇格されて、うわこういう人がいるとこが昇格するんだっていう敵ながら思ってましたけどね。結構それって有名な話ですか、元さんがすねから戦術用を取り出すっていう本邦初公開ですかね。なんかピッチ上で読んでんすよ。長岡君見たことないですよ。で横浜市に友達いたので、うんうんうん、お父さんなんかやってんだけど。有名です、ね。あるんだよって。元さんの中では全部。やってるんだよ。また5位の長崎は全経営体制による3億円以上の累計赤字や入場者数の水増しが発覚するなどピッチ外での問題が挙げられながら好位置につけています。4月からはジャパネット高田を運営するジャパネットホールディングスがクラブを買収して再建に取り組んでおりますが、そういった中での高木拓也選手そういった中での高木拓也監督の手腕は高く評価されています。山口さんは高木監督とも日本代表のメンバーとしてプレーされていますが、どのように見られていますか？いやもう監督としてのキャリアも長いし、まあ、そのチーム作りに関してはすごい上手いなと思うし、まあ、僕はその今言った通り選手でもそうだし、あの玉野君もしてる通り、あの高木監督の下でもプレーしてるんで、うんうん、あの頃はめちゃくちゃ怖かったけど、でもあの人は本当にすごいサッカー、あの研究熱心っていうか、うんうん、あのオフになると必ずどっか海外のとこに行って勉強したりとか、すっごい勉強熱心、うん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 、頭が下がるような感じで、いつも、ね、こうやって昇格争いの方に加わってきたりとか、うんうんうん、なんか最近もそうだし、うん、熊本でもやったし、ね、すごい監督だと思いますよ。ね、怖いですけど、ね。怖かったよ。はい。そんな怖かったんですか？怖いです。結構。やっぱりその勝負事になると、あってなんか、普段は別に、うんうん、うっとりした感じだけど、そういうことになったら怖かったですよ。怖かったそうです。元さん監督の時は。怖いんですか？どうなんかね、俺だから分かんないじゃん。だって俺だってその時の選手に聞いてもらえます。そうですね。怖くなかったと思うけど、うん、要求が厳しかったと思うけどね。ああ、うん、確かに多分。やっぱボランチの選手、特に自分ご自身のポジションの選手には、うん、そうね。言ってしまいますか、うん、要求が高いですか？要求が高かったと思う。あと、うん、あ若い選手には怖かったかもしれない期待を込めて、うんうんうん、厳しく、はい、そしてですね、お二人の古巣でもある横浜 FC はプレーオフを十分に狙える7位につけています、うん、
けています、うん、さらにですね現在得点ランク首位につけているノルウェー人フォワードのイバ選手に加えて7月には柏レイソル時代に J リーグ MVP を受賞したレアンドロ・ドミンゲス選手を獲得しました。終盤に向けて戦力アップに成功した印象ですが山口さんから見て今季の横浜 FC はどうでしょうか。確実に勝ち点を積み上げるサッカーを開幕からしてたかな、うんうんうん、しっかりと、まあ、やっぱり守備から入ってで、まあ、イーバっていうストライカーがねすごいストライカー、まあ、J2 で多分ナンバーワンのストライカーいるんで、まあ、彼が本当にその得点力を発揮したりして、うん、割とこう支配とかされたりとか押されててもそこで粘り強く守ってイーバが点取るみたいな形でうまくこうなんだろういいスタート切って序盤とかねでこういう争いに加わってきたでねでまあレアンドロドミンゲスねフィットできますかねとそこがだからどうなるかじゃないこれから、うん、力的にはすごい選手って分かってるんだけど、まあ、それだけではこう抜け出せないようなJ2 なんでね今特にでもこれだけなんだろう混戦になってればこういう一発でねゲームを決めちゃう選手がいるチームは強いかもね。玉野さんはいかがですか。そうですねレアンド・ドミンゲスが、はいまあ、かなりお腹をぽっこりさせて来日されてたので、まあ、どれぐらい今後フィットするかにもよりますしボランチに佐藤選手がいてちょっと元さんの後継者っぽくないですか。ダメだねまだですか、うん、球際は強いですしなんかそうもともと俺が監督やってた時いたんだけどもともとはなんか大学時代とかそういうのはもう一つ前ぐらいの、うん、ちょっとなんかトップ下みたいな感じで、うん、ちょっとチャラチャラしてたのそこちょっとギュッとして鍛えてでも走る力あるし、うん、だからトップしてやってたぐらいだから技術が高いし、はい、だから彼なんかもさっき玉野君に言ったようにこう負けず嫌いなね、うん、そういうとこもなんかだからいくら厳しいこと言っても全然へこたれないっていうか大丈夫なんだから逆の力みたい、うん、なんか今年からキャプテンなのかな、はい、そういうなんか役割を与えられて、うんグッと伸びるかもね、うんうんうん、横浜 FC 期待ですね、うん、期待ですね、から頑張ってほしいです。さあそしてですね残留争いの方を見ていきます。降格圏内の21位にはレノファの山口22位にはザスパ草津群馬が入っています。特に群馬は開幕から引き分けを挟んで10連敗、その後に3連勝もあったんですがまた11連敗と苦しんでいます。山口さんから見て今シーズンの群馬はいかがでしょうか。いやー厳しいですね。まあ僕地元だし あと、まあ、松下ゆきってね一緒にやってたやつもいるし、うんまあ、大学あ高校の後輩でもあるしねいろんなんでちょっと応援してるんだけど、うんまあ、戦力的にはもともと厳しいところがあって、うんうんうん、特に一番前がいなかったのかな。でまあ、途中でこう加入させたりとか、まあ、ディフェンスも加入させたのかな、まあ、なんとかいろいろやったりとか、あと監督もね森下監督が S 級で一緒にやってたんで、うん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 、頑張ってほしいし、まあこっからそうねなんとか頑張って残留行ってほしいとは思うけど ねただゼロ点がないんですよ。失点がやっぱり多い。やっぱそうなるとやっぱ厳しいよね、うん、守れってこういう感じじゃないんだけどね、うん、なんかこうやっぱりそういうチームってそうなんだよね。なんかこうミスから失点しちゃったりとか、うんうん、そこをなんとかね応援してますよ残留を願って残留を応援しています。さあそれではその他にお二人が気になるチームはございますか、うん、山口さんからその他今出た以外ね。はいここはねそうだなどうしようかな2つあるんだけどおぜひ水戸お水戸のあのツートップ面白いね、はい、大前丸坊主のね、はい、
スピードがある、もう圧倒的に面白い、うん、それと老いた、うん、まあ片野坂監督がね、まあいろいろちょっと変わったやり方、まああの、うん、あの浦和の前監督ね、ペトロビッチさんとも一緒にやってたし、広島の前監督の森保君ともやってて、まあ、そういう元でやってたのを今度は自分が監督になって、うん、こういろんな色をこう出そうとしてって面白いなと。玉野さんは僕は気になるチームジェフはやっぱ気になりますかね、まあ、最終ラインが高いで、うん、あの一斉を今風靡してますけど、はい、まあ単純にそれだけじゃなくて、なんか個々の選手がすごい勢いで成長してるのかなっていう、うん、熊谷アンブリュー選手はなんかタフになってきてるなっていうのもあるし、アンカーのところ でインテリオールのところで町田選手が躍動をしだしたり、近藤選手も相変わらずの安定感を見せてますし、うんうんうん、でキーパーね取りましたよね、オヘラさん、オヘラアルゼンチンの、こういう補強ってわー強くなる、ぐっとなんかチームが締まるポイントの一つになり得るんじゃないかなと思って僕は見ていて、うんうんうん、面白いなと思いますね。こういうやっぱゴールキーパーの役割って、こういうラインが高いチームっていうのはものすごいあの、うん、重役を担うので、言葉の壁以上にそのスペースの埋め方であったりとか、うん、セットプレーに対しての安定感をもたらすことができれば、ね、今いい位置まだつけてますし、そうですね、9位ぐぐっと本当はね、多分ジェフのクラブ規模からしたらこの位置にいちゃいけないチームだと思うので、ぐぐっと来て、それこそプレーオフ入って J1 仕様を今から作ってるようなサッカーをしているので、この補強がどう出るか、グッといったら面白いかなと思いますね。もっといろんな人に、普段 J1 しか見てないサポーターの方にもちょっとジェフちょっと覗いてみてほしいなっていうぐらい面白いサッカーしてます、はい、見てみてください。それでは第29節時点の得点ランキングを見ていきます。先ほどもご紹介した通り、横浜 FC の伊庭選手が19得点で首位となっています。その他ですと、トゥリオ選手が12得点を挙げているんですが、第8節以降はセンターフォワードでの起用となっています。この中で山口さんが気になる選手はいらっしゃいますか？僕はやっぱり2位のね、渡選手、徳島の、だって16点でしょ、はい、で、まあ今は19なんだけど、PK7 なんだよね、はい、うん、渡選手1個も PK 蹴ってる。なるほど、本当だ、もう全然気づかなかった。それ決定率も高いしね、そういうとこで、うん、やっぱイバとかウェイリントンっていう、こうパワーのある間に挟まれながらね、こういう選手がちょっと点取ってると面白いね、うんうん、確かに言われてみれば PK だ。玉野さんはいかがですか？まあイバは安定して、はい、他の媒体で予想、シーズン前の予想で1位に上げさせていただいて、3位に僕確かトゥーリー上げてるんで、おでもいい位置に、ね、まあ来ましたね、フォワードに。なんであんな点取れるのってちょっと分析できないような、その嗅覚というか、うんうんうん、これに対しているんですよね、まだまだですね、はい、まだまだグッとくるんじゃないかなっていう、うんうんうん、津屋選手も取りましたし、なんかさらに脅威を、ちょっとね J1 に向けてってなると難しい状況なんですけども、うんうんうん、個人個人は面白い選手が揃っているので、すごく京都も面白いチームですね、はい、さあまたですね、 J2 についてフットボールチャンネルが配信したこんな記事が話題になりました。 U はどうして J リーグに、 J2 岐阜の元スペインアンダー21代表ミッドフィルダーシシニョ、病気や怪我を乗り越えついに叶った日本移籍、この方です。こちらはですね、今期から FC 岐阜に所属するシシーニョ選手へのインタビューなんですが、シシーニョ選手はスペインの強豪バレンシアの下部組織出身で、アンダー世代のスペイン代表にも選出されるほどの逸材だったんですが、相次ぐ病気や負傷に悩まされていました。そんな中ですね、アビスパ福岡のジョーゴ・ヒサシ選手のプレーを見て、 J リーグでのプレーを熱望して自ら売り込んだそうです。 J
ジョーゴ選手とは対戦後にユニフォーム交換もしたそうなんですが、玉野さんはスペイン時代にシシーニョ選手はご存知でしたか？いや、知らなかったですね。ああ、その名前はそのアンダー17のすごい世代、スペイン代表のすごいセスクとかいる時代に、うんうんうん、名前はもういたなっていうぐらいで、その後どうなったのかなっていうのは追ってなかったので、うんうんうん、まあ、彼のその経歴を振り返ると波乱万丈な人生を歩んで、うん、でこうして岐阜にたどり着いてどんなプレーを見せてくれるのかっていうのは見てみたいですね。そうですよね、はい、こういう形でさまざまな国の選手が増えることも J リーグにとってすごくいいことだとも思いますしね、うん、山口さんはいかがですか？まあ、やっぱりなんだろうね、こうやって J リーグに特にまあスペインでヨーロッパの県内の選手が、うんうん、ね、J リーグに来たいって言って、はい、自分から売り込んでくるってもうないことだし、うんうんうん、まあプレーなんか見ててもやっぱりそのスペインの選手らしく非常に技術的にもしっかりしてて、今の特に岐阜のサッカーに合ってて、うんうんうん、もう非常に何だろうね、大きいことだよね、こういうことってね、うんうんうん、もちろんその J で やりたいっていう外国人が増えるっていうのはね、すごい アニメオタクとか村上春樹さんが好きとかっていうわけじゃないんですかね。可能性はなかったですね。まさかの。そういった意味でも、でもそうですね、岐阜には注目ですね、シシーニョ選手、うん、注目ですね、はい、頑張ってほしいなと思います。さあ、それでは後半戦に向けてお二人が注目しているチームや選手はいらっしゃいますか？山口さんから。まあ、やっぱり僕は徳島、うん、やっぱり注目ですね。うん、やってるサッカーもそうだし、はい、うん、どこまで食い込んでくるか、うん、まあ、4位につけてますので、今4位ですからね、うん、玉野さんはいかがですか？僕は先ほど挙げたジェフ、お、ジェフ、まあ、この猛暑を乗り越えてドドドドッと来るのか来ないのかっていうところが興味深いですね。頑張ってほしいなと思います。以上 J2 特集でした。Fちゃん TV 笑わないでください。山口さん、玉野さん、今週はお別れのお時間です。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お二人には来週もお付き合いいただくんですが、来週は好評発売中のフットボール批評最新号のメインテーマとなっているゲームメイク論についてお話をお聞きしたいと思います。来週もよろしくお願いします。お願いします。さあ、ここでですね、番組から告知があるんですが、8月31日木曜日の19時より2018年ロシアワールドカップアジア最終予選の日本対オーストラリア戦の裏実況生配信を行います。日本代表のワールドカップ出場決定がかかる大一番ですので、普段の中継では聞けない密度の濃いお話をお届けします。こちらのカードからライブイベントにアクセスしてリマインダー登録をしていただければ見逃さずにご視聴いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来週。